はい、今回の動画は Mac の画面をダークモードとナイトシフトといった目に優しい設定にする方法をご紹介します。で Mac にはまずダークモードという、ね、モードがあってこれに切り替えることによって Mac 全体の外観が黒背景に白い文字を基調とした画面になるので目の負担が軽減されると言われています。 でこの Mac のダークモードはバッテリーの消費も抑えられるというふうに言われているので MacBook とかですねノートパソコンを使っているという方はですねこの設定をしておいてもいいと思います。であと Mac にはもう1つナイトシフトという機能があってこれはですね画面全体の色味を暖色系に切り替えることによってブルーライトを軽減をしてです寝つきが良くなると言われているものにすることができます。 それではまずはダークモードの設定方法ですけどもこの左上のアップルマークのところですねこちらをクリックをしてもらってこのシステム環境設定というところをクリックをして開きますはいで次にこの中の一般というところをクリックをしてください はい、そうするとここの外観モードというところに今ちょっとこちらの Mac はすでにダークモードになってるんですけども通常はですねこのライトという形でですねこういう白い基調の画面になってると思うんですけどもこの真ん中のダークというやつですねこちらをクリックをすることによってこういった形でですね背景が黒基調で白い文字の画面に切り替えることができます。 はい、では次にナイトシフトの設定方法なんですけれどもちょっと画面を戻ってもう一度このシステム環境のところの画面からナイトシフトの場合はこの「ディスプレイ」という項目をクリックをしてください。はい、次にこの中に「ディスプレイカラーナイトシフト」ってありますけれどもこのナイトシフトのところをクリックします。 はい、次にどの時間帯に暖色系のナイトシフトの波にするのかというのを設定できますのでまずはこのスケジュールというところですねこちらをクリックをしてもらうとカスタムというのと日の入りから日の出までというのがありますのでこの日の入りから日の出までというのを設定をするとですね Mac の方で自動的にですね日の入りの時間からですね日の出の時間までのところでですね暖色系のナイトシフトにチェンジすることもできますし。 あとこのカスタムっていうところを選択をするとですねその時間を自分でですね開始の時間終了の時間という形で設定をすることもできますなので夜間も長時間ですねパソコンを使っていてですねどうもね寝つきが悪いというような方はですねこの設定をしておいてもらえるといいと思いますはいといったことで今回の動画では Mac のダークモードとナイトシフトの設定方法をご紹介しましたけども パソコンをです,、ね、すごく長時間使っているという方はですね目の疲れを少しでもね低減させるためにこういったね設定をしておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。